おはようございます、こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。アイス、まあ季節のものを買ったりとかしています。秋ぐらいだとね、まあモンブラン系だったりだとかお芋系のものが、まあコンビニのねアイスなんかであったりとかするし、夏なんかだと、ミント系、チョコチップが入ってるミント系などが入ってたりするけど、私はミント系あまり好きじゃないんだよね。アイスに限ってはなんだけど、あのガムとかの、ミント系は大丈夫なんだけど、アイスに限っては好きじゃないんだよね。だからその31とかで売っているのを CM とかでさ、まあ、元ジャニーズ系の方は CM でやってたりとかするけど、よく食べられるなと思うよね。僕はこれが好きですみたいな感じでしてたりするけど、うわーって思っちゃうよね。なんかスルスルするのがなんか嫌なんだなと思う。まあ、酸っぱいのもあんまり好きじゃないしね。まあ大体そのバニラかチョコか、そのチョコにもチョコチップが入ってるものとかだったりするし、あとチョコモナカジャンボとか、大体その種類が決まってたりする。そのバニラアイスでも層が好きなのか、普通のそのスーパーカップのやつが好きなのかっていうのもあるだろうし、ボンボンアイスも、なんだろうな、バニラだけのがいいのか、そのチョコが入ってるやつがあるのか、あったりするね。そのパリパリにチョコが入ってるやつがあって。で、そういうのがあって、まあ、初めてね、シャトレーゼかなんかの、6本入りぐらいで、まあ、400円ぐらいで売っていたりするんだけど、旦那さんが買ってきてくれて、初めて食べたら、あ、これ好きかもと思って、まあ私も買ってますね。はい。とりあえず、近くのローソンさんで売ってたんで、そこで買ってます。買ってます。はい、まあ、セブンイレブンとか、ね、ローソン以外でも売ってると思うんだけど、どうなんだろう。でもたまにね、その300円ぐらいの、ちょっと高めぐらいのものが食べたいなぁと思っちゃったりするけど、それは本当に2、3ヶ月に1回ぐらいの割合で、食べるぐらいで、まあ、食べないけど、でもね、本当にお腹空いている時とか、アイスを欲している時にコンビニとか行っちゃダメだよね。あれもこれもそれも欲しいっていう風になっちゃうし、アイスもこんなに買うはずじゃなかったのにっていうのはあったりする。皆さんどうでしょうか。以上です。